こんにちは。ブロガーそしてフォークシンガーの原慎一です。1月15日日曜日のライブ告知をさせていただきます。毎週日曜日の23時から23時半までの30分間、フォークソングを弾き語りながら世の中の出来事を語ります。今週もロシア・ウクライナ情勢について語ります。さて、特別軍事作戦のベラルーシの参戦の可能性については、作戦開始当初より話題になっていますが、 ベラルーシ国内に戦争反対派が多いことや、ルカシェンコ大統領の国内基盤がさほど強固ではないことから、ルカシェンコ大統領は非常に慎重です。おそらく、ベラルーシの参戦はないだろうというのが定説となっています。一方で最近、ベラルーシの民間軍事会社の存在がクローズアップされてきています。皮肉なことですが、 NATO 諸国がロシアと直接戦争はしないと言いながらも多数の傭兵を送り込んでいる。それを逆手にとってベラルーシが同じことをやるかもしれない。これは情報戦の一環でブラフかもしれませんが、民間軍事会社の存在自体は事実のようです。以下、ドイツェヴレ、ドイツの国営の国際放送事業体の ロシア語版の記事を要約したものをご紹介しますアレクサンドル・ルカシェンコの命令により重機の所持を許可された唯一のベラルーシの警備会社ガードサービスは従業員の数を大幅に増やし戦闘に参加する準備をしています防衛及び国家安全保障のための合同暫定内閣の代表バレリー・サーシチックによってドイツ・ベルに伝えられました 彼によれば、ガードサービスのスタッフは数ヶ月間トレーニングを受けています。ガードサービスは2020年6月に設立され、法執行機関、大統領治安サービス、特殊部隊、影部特殊部隊、内務省の退役軍人、国家国境委員会のメンバーが採用されました。おそらく大統領選挙の前に、 ルカシェンコにとってあまり好ましくないシナリオの場合に備えて作られました2022年の夏民間軍事会社ワグネルの傭兵がガードサービスのスタッフを訓練するためにミンスクに到着したと匿名のスタッフが語りました当時ガードサービスには約5000人の従業員がおり噂によれば将来的には ベラルーシルーブルで1万ルーブル、約3700ユーロ、約52万円相当の給与が約束されていました。以前、ワレリー・サシチュクは、ウラジーミル・プーチンがガードサービスに非常に多額の投資を行い、そこからワグネルのベラルーシ版を作成していると述べました。ジャーナリストの取材により、 ベラルーシやその他の国主にアフリカや南米の特殊部隊が訓練を行っていた特別な訓練センターを同社が自由に使えることが分かりました2021年総務省はガードサービスが保有する武器のリストを公開しましたリストにはピストル機関銃狙撃銃が含まれています記事は以上です もともと治安維持の職務についていたそれもかなりのエリートが高級の待遇で迎えられ結成されている集団であることが分かります人数は昨年夏の時点で5000人しかも当局者は最近大幅に増やしていると語っています。ウクライナにととってはは嫌な存在と言えますそれでは 15日日曜日の23時から23時半 YouTube ライブにてお待ちしています。ご視聴ありがとうございました。See you.